96、97、2年連続この最強タッグ暮れのビッグイベントを制してまいりました。今年優勝ということになりますと3年連続の最強タッグ制覇になります。まずは大事なその初戦、先発は川田、ヘッドハンターズは A がまず先発であります。がっちりと組み合った川田、そしてヘッドハンター A であります。押し込んでいきました。ロープには30分一本勝負で争われる公式戦です。あらゆる勝ちが2点、時間切れ引き分けが1点、あらゆる負けが0点となります。各チーム7試合、リーグ全体で28試合を行って12月5日の日本武道館、上位2チームが優勝決定戦に駒を進めるという今年の最強タッグであります。ヘッドハンターが飛んで帰ってくるところ、川田ハイキックを取って、ファーストネット、左腕を持っていきましたヘッドハンター。まずはその川田の出花をくじきましたヘッドハンターであります。ジャイアント馬場さんの解説でこの公式戦川田組対ヘッドハンターズ組お伝えしてまいりますが、馬場さん、はい、過去2連覇をしている川田田植えにとって3連覇をかける大事な勝負になりますね。そうですね、今年はねやっぱりハンセン・ベーダー、オブライト・キマラ、そうですね、エース・ガン、この AB ね、みんな大きいですからね、日本勢は苦労すると思いますね。はい、その体重の話が出ましたが、ヘッドハンターズ A と B を合わせますと305キロということで、まあ、この辺り の, そのボリュームも桁外れの今年の最強タッグと言えますね。そうですね、現在世界タッグチャンピオン、4度の防衛に成功し、この最強タッグは過去2年連覇している川田田植、まあ、ですからこのヘッドハンターズが初参戦ということではありますが、体格の面から考えましても侮れない相手ですね。そうですね、まあ、体格はそうなんですが、そのどんな技が、ね、出てくるかね、はい、そうですね、これが決め技をねやっぱり2つ3つ持ってないとね、やっぱり上位には進めないと思いますね。あ、なるほど、このヘッドハンターズで言いますと A の方が、まあ、体格の大きい A の方がムーンサルトなどを持ってくるという ね、そのムーンサルトにダメージを受けて寝ている人に寝ている選手がですね、はい、そのダメージをうんと与えられるまでの技がその AB にあるかどうか、ね、なるほどね、そのフィニッシングホールドに至るまでの過程、そうなんですね、そのあたりがヘッドハンターズどういったものを仕込んできているか、そのあたりも見ものであります。かかと落とし、背中のあたりに持っていきました川田です。最強タイムに出るような選手はね、やっぱりそのフィニッシュに持っていくまでの技をそう簡単には食えませんからね。なるほど、まあ、ましてやこのタッグを組んでもう5年半のキャリアを誇っている川田田植、そのあたりのタッグの呼吸はもうお手のものであります。抱え上げるか、145キロの B を一気に抱え上げるか、川田リングの中央ぎゅっと力を込めます川田、あっと返されました。ヘッドハンターズにとっても大事な初戦になります。5.1 東京ドーム大会で全日マットに初参戦に出しました。そして今年の7月19日の新潟大会ではアジアタックにも挑戦しています。広島落とした後頭部、川田の後頭部、首の付け根のあたりにぐさりと決まりました。連携という点ではこのヘッドハンターズやはりいいものがありそうですね。今首、川田の肩、その付け根のあたりをギューッとクローで締め上げていますヘッドハンターズです。今年は全8チームが参加しています。各チーム7試合を行って上位、得点上位2チームが12月5日の日本武道館メインイベントのリングに立って優勝争いをするという展開になります。30分一本勝負で争われる公式戦です。10月11日の名古屋での世界タッグの防衛戦、4度目の防衛戦に成功した川田田植組です。その試合後、これから今リングに入ります田植が最強も勝ちますよと力強い宣言をしてこの最強タッグのシリーズに臨んできています。その田植、ヘッドハンターを捕まえています。まあね、チャンピオンですからね、最強タッグってやっぱり優勝しなきゃいけませんね。そうですね、チャンピオンとしてましてやこのリーグのディフェンディングチャンピオンでもあります。まあ、このオフの間には共に合同練習なども行いまして非常に肌のツヤもいい川田田植えがやりやっと打ってきました。
ですからそのコンビネーションなどの点では全く不安のない川田田上、あとはこの重要化した今年のリーグ戦どういう風に切り抜けていくか。そうなんですよ、本当にねこの重要化というね、はい、そうですね、相手が大きいということはね、やっぱり疲れるんですよ。なるほど、そうですか、もう試合をやっててね、その相手が自分より大きいということはね本当に疲れるんですよ。まあ、そのちょっと上に乗られただけでもスタミナをロスするとい う, ですからそれが毎日続くとね、ですね、どこにあのどういう風になるか分かりませんね、今度はね。この開幕後楽園ホールを皮切りに全12日間の日程でこの最強タッグ今年は行われます。ボリュームアップ、質も量もボリュームアップした今年の最強タッグの中でディフェンディングチャンピオン、そして世界タッグチャンピオンの川田田上、まずはその初陣です。すでに試合時間も5分を超えています。ハーフボストンクラブの体勢から今カットに入りました。すでに川田の胸板のあたり、額のあたりには大量の汗が光っています。慎重にまずは白星、勝ち点2を取りに行かなければいけません。川田田上センキック、肩口のあたりにヒットしました。93年の5月に結成した川田田上組です。タッグとしてのキャリアはもう5年半、もちろん今回出場したその8チームの中でタッグとしてのキャリアは一番長いわけであります。まずはそのヘッドハンターズの出方を伺いながらという立ち上がりになるでしょうか。川田田上ボディースラムで倒してニュートラルコーナー、セカンドロープからトップロープに、おっとこちらを向き直ったボディープレス、160キロが降ってきた。2で返します。川田こうやってね上から飛ばれたらね非常にあの、跳ねにくいんですけども、それまでにあの跳ねられないまでのダメージを与えておけるものがあるといいんですよね。まあ、ヘッドハンターとしたらもうもちろんその体重をフルに生かした方がいいわけですからね。そうですね、もう一回セカンドローブだ、それが武器ですからね、あっと田上がのど輪の体勢、これをヘッドハンター B がカット、もう一回、あっとこれはかわされた、先頭はかわされました。こうやって時間が経てばね、川田ってやっぱり逃げられますよね。そうですね、試合よく見ています。川田でハイキック、あっとハイキックでお返しされました。ショルダータックルを見せますヘッドハンター。この一卵性ソーセージのヘッドハンターズダブルのショルダー、120キロのタウデが吹っ飛びました。1968年8月11日プエルトリコの3大差で出身の30歳の双子の兄弟、ヘッドハンターズ A と B であります。カバーに入った。今年の7月にはアジアタック、ウルフとスミスの持っているアジアタックにも挑戦して、まあ、惜しくも敗れるという結果。ただタックとしてのキャリアは10ネックブリーカー、タウブがランニングネックブリーカーを見せました。どうですかこの田上川田組もやや慎重な立ち上がりという感じでしょうか。そうですね、やはりその取るべき年を、ね、このヘッドハンターズにはねやっぱり、負けるわけにはいかないと思いますよね。そうですね、はい、まあ、点数をねやっぱり2点は計算のうちに入っていると思うんですね、確実に取らなければいけない2点と考えているでしょうからね。さあ野田の体勢、リングの中央、野田の落とし、さあ一発でカバーが入った田上、スリーカウント、ディフェンディングチャンピオン川田田上組、まずは順調な勝ち点2を獲得しました。白星発進川田田上組、世界タッグチャンピオン、そして3連覇をかける今年の最強タッグ、まずは開幕戦ヘッドハンターズを相手に順調、そして重厚なるこの野川落としで田上がスリーカウントを奪いました。